アウゲイを襲うヘイラクレースを描いた、聖堂性の鏡のカバー。全340年頃、アテネ国立考古学博物館所蔵。アウゲイは、ギリシア神話に登場する女性である。長母院を省略してアウゲとも表記する。アルカディアのマチテゲアの王、アレオスの娘で、ケーペウス、リュクールゴスと兄弟。ヘイラクレースの子、テイレポスを生んだ後、ミューシアの王テイウトラースの妻。 あるいは娘となった。アウゲーは、父、アレオスが創設したアテーナアレア神殿に仕える、神官であった。ところが、ヘイラクレースが、エイリス王、アウゲーアースとの戦争のために、テゲアを通った時、アウゲーはヘイラクレースに交換された。この時アウゲーは身をもって、やがて赤子を産み、赤子を、神域内に隠した。このアウゲの特進行為のためにテゲアの大地からは、 実りが失われた。アレオスは、この異変の原因が新域内にあることを知り、アウゲーが、密かに産んだ赤子を発見した。アレオスは赤子をパルテニオンさんに捨て、アウゲーを他国に売り飛ばすためナウプリオスに引き渡した。そこで、ナウプリオスは彼女をミューシアの王、テウトラースに与え、テウトラースは彼女を妻とした。後に、テーレポスが母を探して、ミューシアを訪れ、 両者は再会することができたという。このアウゲーの物語は遺伝が多い。ヒュギーヌスによるとアウゲーはテーレポスを自らパルテニオンさんに捨て自分はアレオスを恐れてテウトラースのところに逃げたとしている。テウトラースは婚がなかったため彼女を幼女にした。後にテーレポスがやってきた時、テウトラースは何も知らずに彼女をテーレポスの妻として与えた。 アウゲーは身を汚されることを嫌がりテーレポスを殺そうと考えた。しかし二人が寝室に入ると大蛇が現れたため驚いたアウゲーは手に取った剣をオロチに投げつけてしまった。それを見てアウゲーの意図を悟ったテーレポスは彼女を殺そうとしたがアウゲーがヘイラクレースに祈りを捧げるのを見て母であると悟ったという。ありがとうございます。